シャオの動作検証をやっています。シャオとはここになりますね。XIAO、シャオです。これがシャオのピン配置です。これを90度回転したのはこちらのシャオです。で、ここに SSD1306 の白黒の液晶がセットしてあります。で、これはタイプ C。今まではマイクロ USB だったものです。USB。これはタイプ C のコネクタ。で、シャオにつながってます。ちょっと実際に、これは LED のでなくて、液晶ですね。ちょっと LED のソフトを呼びます。これですね。これはちょっと今検証してないんですが、SPI 信号のカラー液晶になります。今回この白黒の液晶を使って。で、これですね、LED。これどっかちょっと引っ張ってきたんですけれども、簡単に説明すると、LED の2と3、ここですね。ここ。出力モードにして、明るさを調整しながら、点滅してるかな。で、LED さんをここで消してません。リセットは500ミリセックかな。ウェイトかけてるということですね。では書き込んでみましょうか。ツール、ボードです。あ、すごい。シャオです。シリアルポートはコム8のシャオです。ボードよし。シリアルポートよし。で、これで書き込みします。これです。で、この C 言語ソフトが左から右にバーをすると、マシン語に落として、最後にここに、シャオに書きます。まあ、この ID は結構時間かかるんで、環境設定、これかな。これでいろいろされれば治ると思うんですが、とりあえず今回は、てませんので、シャオっていうのは結構小さいですよね。と、アルディーノの、エスプラキットの、これがラズベリーパイピコですから、格段に小さいですよね。液晶の方はちょっとこれ、ひっくり返って映ってますけれども、ハローワールドも入れ込んであるんで。まあこの ID、いいな。